はい、どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ドラゴンズ池です。アンチルドン再開していきましょう。前回の続きからね。なんかある？なんかある？なんもない。向こうから何かあったんかな。まあいいか。なんか下に行くんかなみたいな思って下行きたいんやけど、なんか続いてるね。なんかいた。誰がこんな。ああ、くそ。豚が。豚の顔が。あかん。なんかありますね。よいしょ。トーテーム。死のトーテム。うわ、あかんわ。また死ぬんかよ。いや、あかんって、ほんま、ここ。え？戻るしかないんか、これ。いや。まあ、戻るしかなさそうやね。え？向こうが行けと？いうことなんかな？上向いてるね。ちょっと下向きます。向けときますか。アシュリー。もうからつじゃビビらんぞ俺は。なんか女性に対して嫌悪感を表してるようなやつが犯人なんかな。アシュリー、どこにある。アシュリー、どこにある。アシュリー、この中に続いてますね。なんか血みたいな。どっかからか。クリス、クリス、あなたなの。ようこそ。諸君の参加を感謝する。目を覚まして。今夜はちょっとした実験を行おうと思う。軽いテストだ。この実験には2人の実験台による協力が不可欠となる。ジョッシュにアシュ。なんだよ。あと、もう一人の勇敢な参加者にあるものを託す。生きるか死ぬかを選ぶ運命の決断。え？こんなの絶対嫌だ。クリス、私たちを助けて。俺を下ろせよ、この殺人者。そう騒ぐな、諸君。難しいことじゃない。では、クリス、君の前にはレバーが置かれている。君はただ、救いたい方を選ぶだけでいい。え？お願い、やめて、お願い、やめてくれ、そんなこういうの。そうになるなんて絶対おかしい。オーケー、オーケー、オーケー、抜け出せるはずだ。さあ、おい、クリス。お願いよ、クリス。私を見殺しにしないで。
待ってくれ、その。いや、やめてくれ。くそくそくそ、どうしよう、いやでも俺ジョシュ好きやねん、ジョシュ好く、あーかまた、アシリーごめんね、クリスお願い、どうしよう、こんなの正気じゃない、どうかしてるよ、ありえない、クリスお願いして、あーそう、そうだろう、クリス、アシリーを救う、そんな違う、間違いだ、ジョシ、本当はこんなつもりじゃなかったんだよ、カヨ、俺はそう思ってたのに、見下ろしにするなんて、正気じゃない、お願いだ、うわぁ、いや、見たくない、ダメだろ、こんなのあんまりだ、何をしたんだ、うわぁ、かぁ、素晴らしい、見なくてよかった、あぁ、ダメだダメだ、見るな、アシュリー、見ない、何があったの、ジョシは無事だと言って、お願いだから、はあ、今行くからな、アシュリー、下ろしてやる、落ち着いて、さあ僕が下ろしてやるから、ほらここを早く出よう、マジかよ、やがってここを出ないと、いいか、誰かおんのかよ、やかん、あかん、ほんまあかん、これマジかよ、ジョシュ死んでもうたって、うわあかんって、グロすぎるって、あかんって、想像してもうたかな、だからなんだこの謎の診断テストは、なんか腹立つわこいつ、そんなことない、うん、そうか、彼らが受けるべき仕打ちを受けているということかね、まさかこいつが犯人か、なんとなく一応思っても君を助けたいんだ、君がしているこのゲームは君にとって決してメリットのあるものではない、誰にとっても、それにこれでは君の思いやりが全く感じられない、そんな手の込んだこと、己の自己満足のためだけに続けるつもりなのか、なんかすごい怖くなってきた、私の存在を疑っているのかね、いや、あなたは本物ないね、うん、これが
全ての問題の核心だ。もはや区別がつかないのではないかね。そうだろう。だから何なんこれ。これまでのラッシュ、アンティルダウン。呪いか。呪いやったか。うわ、あかんってこれほんま。てかもう、あかん、なんか頼まないぞ。何何がいてもおかしくない。ジョシュ、死んでもうた。ジェイスも死んでもうた。いや、霊界への片道切符だ。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が。ってことで、バイバイ。あかん、あかん。あかん、またこの日、これ。畜生、畜生。くそ。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。山にある療養所の廃墟についてはどうですか？そこに潜んでいるのでは。うん。そうやね、絶対そうやね。ゴー恐怖。夜明けまで、5時間、6時間か。あかん、怖すぎて、なんかもう。やばいぞ。これはマジでやばい。うん。何やこれ。くそ。よし、近づいてみるか。なんかもうほんま怖い。だいぶやりましたね。んー、ではそろそろやめますかね。もうちょっと怖いんでね。怖いね、ほんまに。収集物情報ボーナスコンテンツにありますけども、そこら辺は後でまあ確認するとしても、終わるとします。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。